英雄大激突7本目、キャシーク出身の戦士中爆化、高い体力と火力の高いボーキャスターが特徴。今回はショックグレネードとフリアスボーキャスターを掛け合わせ、丁寧にダメージを取りチームに貢献することを意識しました。どうもこんばんは、カルアリョウです。英雄大激突7回目を中爆化でございます。前回のあのダース・ベイダーの回にね、低評価一つついてたんで、ちょっとあれだったんで自分で高評価つけました。何言ってんねんじゃあ、あの例によって、あの10対10ぐらいまでになるまで、どちらか一方10人になるまでカットします。あ、10人になってる。どうもこんばんは、カルアリオです。それは言ったか。中爆化です。ちょっと待って、味方がね、味方近くにいないから、ちょっと、あ、くっそ、ダメか、間に合わなかった。逃げ切れると思ったんだけど、今ローリングが足りなかった、1回分。あれ待って、リスイチ近くない？ちょっと、久しぶりだから何喋っていいか分かんないぜ。待って、ダース・ベイダー、ダース・ベイダーじゃない、ダース・モールか、ダース・モールがちょっと、あとちょっとで倒せそうだったんですけど、そう、偏差射撃しねえと当たんねえな。あ、やべ、おお、ダースモール狙ってたんだけど、ダースベイダーがいた。ちょっと待った、あ、引っかかった、待って、ごめん、引っかかっちゃった、ごめん、ちょっと待って、ありがとうルーク。あー、ボバフェットが、ボバフェットがなかなかいい仕事してんだよなさっきまで結構有利だったんですけど、なんか僕が喋り出した途端になんか同点まで追い詰められちゃいました。やっぱ俺、あの喋りながらゲームやるの向いてねえわ。ちょっと待って、アナキン一人だぞ今。大丈夫か、大丈夫か、ダースベイダー。ちょっと待って、一旦、ダークの力を目にせよ。いやー、剣投げるとかなしでしょう。あと必要な犠牲者、ちょっと待って、あと3人ね。ああ、リスイチが、リスイチが遠いし、なんか実況やるの久々だから。マジか、レトビかな今の、違うか、なんか同時に敵、あ、減ってねえ、別に同時には。えい、あ、届かない。ちょっと俺がボバフェット見とかなきゃいけないんだよな、多分これは、このパーティーだと。覚悟しろ。オッケー、結構飛んだな。ちょっと待って、あのボバフェット、あとちょっと、お、終わった、やった。ちょっと最近ね、中爆化練習してるからちょっと上手くなってきたんですよ、自分なりに。まあ表彰台には乗れないんですけど、ボバフェットの人上手かったな。ということで今日はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。
to the record, baby, and give me this right now.